はい、軽トラ DIY キャンピングカーを、ちょっと改造していきたいと思います。久しぶりの作業です。何やるかっていうと、この今この軽キャン自作キャンピングカー全く断熱してないんですよ。で、まあ冬も本番になってきたんで、まあここで、ちょっと断熱を入れたいと思います。で、全部入れるわけじゃなくて床だけ、今ちょうど下ろしてる状態なんで、床にスタイロフォーム、これをね、カットして貼っていきたいと思います。冬ちょっと過ごしたんですが、足がめちゃくちゃ冷たくて、まあ横壁も冷たいんですが、まあそれよりも足、床がめちゃめちゃ冷たいので、まあとりあえず床だけやっていきたいと思います。久しぶりの作業ですが、よろしくお願いします。今の下の状況はこんな感じですね。もう丸々ベニヤむき出しになってるんで、この区画全部、スタイルフォーム入れていきたいと思います。それだけでだいぶ変わると思うんですけど、まあ、断熱入れるの初めてなんで、前回の、これで OK？ 第1号の経験の時も断熱は一切入れてなかったんで、ね、まあ、1回やって試していきたいと思います。よいしょ、はい、出て出て、砂利いて痛いよね、マジで。はい、断熱材の方貼ってきます。今回このボンド使って貼ってきます。まあ、今これ開く中に切ってもらったんですけど、まあ、これちょうど切ったしサイズなんで、まあ、軽くボンドつけた状態でこれはめ込んで貼ればいいかなと思います。しっかり切ったし、切ったし、完璧。あとはついてくれるのになるだけ。ああ、そのボンドで、うん、まあ、あとこんな感じで、あと残りの6枚も同じ風にボンドを使ってこうやって貼っていこうかなと思います。はい、今東くんが貼ってくれたスタイロフォームなんですが、ちょっとね、木工用ボンドじゃね、ペラって剥がれてくるんで、あんまりつかないのかな、スタイロフォームに木工用ボンドって。ちょっとよくわからんすけど、まあちょっと剥がれてくるんで、ちょっと防水のテープをジョイントのところに貼りました。これでまあ固定したいと思います。あとはまあ荷台に乗っちゃうんで、まあ特に問題ないかなって感じですね。まあ、こんな感じで貼っていきたいと思います。あとここと真ん中のね、サイドだけですね。上ももう後ろも貼ってあるし、真ん中も前も貼ってますね。で、まあ固定は防水テープでやっていくことにします。じゃあ続きやっていきます。はい、下の、床のね、断熱張り作業終わりました。もうめっちゃ暗くなっちゃった。ちょっと下入ってみますね。はい、こんな感じで貼れましたね。途中経過の時に話した、木工用ボンドでつかないという問題ですが、まあ、防水テープでジョイント部分を貼って、強度を増しましたね。はい、こんな感じです。これでどんくらい変わるかちょっと分かりませんが、まあだいぶね、足元冷えた状態だったんで、それが多少改善されればいいなって感じですね。はい、よいしょ。ちなみにスタイロフォームは、2枚使いました。はい、はい、こんな感じで今回の作業を終わりにしたいと思います。もう1個軽キャンでやりたいことがあって、中の、電気ですね、ライト、中で撮影したりするので、もうちょっと明るくしたいなって思って、テープのね、 LED の、ライトをつけてみようかなって思ってます。それはまた次回やっていきたいと思います。はい、いや、寒い中お疲れ様でした。お疲れ様です。またお願いします。はい、はい、お願いします。してますよ。ではまた次回、作業をやるか、車中泊やるか、車中飯やるか分かりませんが、ぜひね、ご視聴お願いいたします。では今回の動画は以上になります。お疲れ様でした。